こんばんは。今回はサンタルチャーが当たったんで、セルの方見ていこうかなと思うんですけども、このキャラはね、結構わかりやすくて、リルテッドとか赤髪とか、結構最近強かったようなキャラを目立ってるような感じになってます。特にリルテッドに関しては、初手からこうやってね、入れ番向こうを持ってるおかげで、まあ、結構見やすくなってるのかなっていう感じです。まあ、リルテッドは一応ソフィーっていう対策がいたりはするんですけども、ソフィーって限定キャラなんで、まあみんながゲットできるとは限らないんですよ。なので、まあ新キャラもまあみんながゲットできるわけじゃないんだけど、まあ一応まあそのまあお金さえ出せば誰でもゲットできるので、まあそういったところでまあいいのかなとは思います。で、赤髪に関しては、まあ正直、まあ PS さえあれば他のキャラで選ばれるかもしんないけど、基本的にもやっぱ赤髪一強みたいなとこあったじゃないですか。やっぱ非常に赤髪強かったので、まあ、その赤髪を満たれてるのは、まあいいのかなっていう感じではあります。で、このキャラは何が強いかっていうと、やっぱ何よりもやっぱ反転じゃないか。相手のエリアとか移動速度を弱体化する効果ですね。相手が速ければ速いほど、まあ、弱体化したりとか、エリアが広ければ広いほど弱体化するので、まあ、そこら辺が、まあ、結構その相手の機動力を落とすという点で優秀なんじゃないのかなと思って、その機動力を落とした上で、このドロップとか、あとは消える弾とか、まあ、こういったところが炸裂していくので、まあ、そこの点が非常に強いのかなと思います。ただ、見てもらったらわかる通り、空中ギミック向こうを持ってないんですよ。なので、ソフィーのギミックとか、あとは黒化のギミックとかも多分きついんじゃないかな。なので、そこら辺を、まあ、別途対策する必要があるのかなと思います。一応そのスマッシュが普通の打球の判定っぽいので、まあ、スマ向こうを吐かせるとかあるんですけど、まあ、ソフィー対面になるとスロットスキル封印をされてしまうので、まあ、そうなると凍結向こうとかつけてあげてもいいのかなと思います。あ、今持たせたのはアイドルエクセリアのモチーフです。多分交換所にあると思うので、まあ、交換していただけたらなと思うんですけども、まあ、そうですね。まあ、別に凍結向こうである必要性はないんですけども、この人みたいにね、アスラだけで得点力を増やすっていうのも全然強いので、まあ、仮想敵を誰にするかにかかってるのかなと思います。ソフィーを倒したいなら、まあ、凍結無効でいいんですけども、まあ、こういう赤髪とかを倒すなら、アスラダケの方が向いてるのかなという感じで、まあ、前からね、リープして、一応ギアショーを打つことができるので、この対面勝ちたいなら、まあ、アスラダケなので、まあ、基本的にはアスラダケ。ただその編成を組むにあたって、ソフィーがめちゃくちゃ重いなって思ってしまったら、まあ、凍結無効になるかなっていう感じで、まあ、ギアを選択してみるといいんじゃないのかなっていう感じです。で、この対面なんですけど、赤髪側の何が辛いかっていうと、まあ、足とかエリアとかもまあそうなんですけども、まあ足とかエリア、まあでかいけど、それよりも、やっぱりこのなんだろうな、飛ばされるギミック、これのせいでそのなんだろうな、前に飛ばされて、で、その隙にスマッシュとか後ろ抜かされたりとかするので、そこが強いとこかな、この転移した先が悪いとそのまま失点してしまうので、そこがなんとかなればかな。多分不動とかで防げると思うんで、ちょっと試しないですけど、多分防げると思うんで、まあ、不動のキャラとかが今後、需要を増していくのかな。だから初期赤髪とか、そこら辺も結構いいかもしれませんが、まあそんなところで、M 赤髪からしたら結構嫌かな。ただその、ルチアなんか途中でループしない時があるのかな。なんか、普通にスタミナが削れる時があるんですよね。通常、なんか普通であればなんかダメージ反転って持つはずなんですけど、ダメージ反転が乗ってない時があったので、そうですね。まあ、そこで、まあ削ることは一応可能。あとは前に出てくるので、そこをまあ、ショークルで決めたりとかすることも可能ではあります。あとは、なんだろうな、その相手って確か劣勢時になんか見切り封印があったはずなんですけど、ギアの効果は無効化できないって感じなんかな。そのなんか、今日知ったんですけど、見切りエンブレムとかもね、見切り封印でなんか防げないらしいんですよね、こういうので。なので、なんだろう、仕様なのかな、バグなのかな、わかんないですけど、ここら辺が見えてしまうので、まあ、そういった点は赤髪でやりやすい点にはなるんですけども、そうだな、でも赤髪側からしても相手入れ番向こうとか持ってるせいで、いまいち決めていかないので、今の取っちゃダメだったら今アウトだったな。まあ、あれなんですけども、いまいちね、SS くらいしか決めていかないので、そう考えると、ちょっと、この床での事故要素とかもあるんで、結構怖いところではあります。はい。あとは SS がチカチカするわけじゃないから、あ、でも見えるのか。相手が SS 打ってくるのは、ちゃんと、まあ、警戒して見とくのがいいのかな。ただ、なんだろうな、なんかすんげえ弾が見づらいんですよね。そのエフェクトとかのせいなんかな。その SS とか、
消えるショットがすげえ見づらいんですよね、こういうののせいで。なので、まあ、なんだろうな、視覚攻撃っていうのもあったりするのが強いのかな。なんか最近めちゃくちゃ見づらいキャラ多いですよね。なんかそのソフィーとかネロとかそこら辺もそうなんですけど、視覚攻撃が最近顕著に出てきてるんで、まあ目のね、なんだろうな目のトレーニングもしておくといいのかなという感じですね。はい、という感じで、まあ赤髪側も全然抗えなくはないんだけども、まあ基本的にはなんかルチア有利なのかなと思ってしまいました。一応この試合だと結構いい試合してるんですよ、うん、互いに点取り合って、あれいい感じじゃんと思うかもしれないんですけど、ちょっとね本当のところは次の試合見ていただきたいので、とりあえずは、はい、見ていただこうかなっていう感じで、はい、これ取って、まあ、エリア広いからそこの点は強いですよね。はい。こうちゃんと取って、はい、スピン、はい、取って、はい、スピン取って、はい、スマッシュを、あ、スマッシュ、そう、スマッシュは、前でドロップで受け止めることができるので、まあ、カウンターすることも一応可能ですよっていうところも、まあ、強い点ではあります。本当なんか、手塚みたいな感じかな。起動も手塚ですし、仕様も手塚なので、まあ、現代版なんか吸えなくなった手塚みたいな感じの、まあ、イメージかなと思います。はい。という感じで、やっぱ消えるちょっと強いっすね。はい。ということで、はい、ここでスマッシュを打って、はい、SS で決めていくと。まあ、SS ではないんですけどね、厳密には。SS じゃないんですけど、まあ、これで決めていくって感じで、そうですね、基本的にはなんか、やってみた感じは、ルチア有利なのかなとは思いました。ただ、立ち回り慣れてきたりとか、まあ、今後、まあ、変わる可能性はあるんですけども、まあ、現状はそうかな。あとなんですけど、その、イサミだけですね、さっき見せたかな、イサミだけなんですけど、基本的には落とすはずなんですけども、これを、なんだろう、消えるショットとかで時間稼がれると結構辛いのかなっていうところですね。ここで後ろ抜かれていくと。はい、ということで、ここで、はい、また赤髪を出していきますと。まあ、どんな感じになるか見ていこうかなと思うんですけども、はい、SS を打って、ちゃんと打って、まあ、ダイブがあるからそこは偉い。ただダイブが確か1ポイントで1回しかできないはずなんで、そこだけちょっとあれですけども、ほら、これ強すぎない前に持ってかされてさ、後ろ抜かされたらそれは取れないよなっていう感じで、こうなると強いんだよな。だから粘れば粘るほど結構こっちが不利になっていく感じなのかな。まあ、温存になるっていうのはいいんだけど、エリア広いので捉えちゃうしってことで、ちょっとね、朝だらけのこれもあるんで、ちょっと辛いなと思いました。はい。で続き見ていきますが、はい、打ってくる。これはいいんですけどもね。SS を打っていく。はい。まあ、こういう、なんだろうな、相手がダイブを使った後が、まあ、いいチャンスなのかなって感じです。こっちからしたら。はい。ここで、はい、使わせて。ただ、使わせたら、硬直無効とかもないから、まあ、ガンガンいいところ狙ってもいいかもしれないですね。まあ、前出てもいいし。ただ、前に出ると、こういうリスクがあるから、正直難しい。どういう立ち回りしたらいいかわかんないかな。エレバン向こうがあるのは非常にでかいからな。ちょっと怖いとこではありますが。消える球もあるから、そうそうそう、前に出にくいのはあります。前に出た時に消える球打たれたらもう取れないので、まあ、そういったとこもあって、まあ、後ろに強制的にやらせるっていうのが、まあ、強いとこなのかなっていうとこです。はい、ということで、まあ、リルテッドとか赤髪とか、そういった環境キャラ見ることができるところが、まあ、非常に偉いところなのかなと思います。ただ、ソフィーとか、クロカとか、そういったギミックキャラに、まあ、足元を救われないようにしてくださいねって感じです。まあ、そこは、まあ、編成単位でやってくださいねっていうところではあります。あとは、一応その、あれのミラージュショット、ジャストショットかな、これでミラージュショット打つことができるんですけど、こちらね、判定が通常打球となってるので、まあ、こういった柱とか、まあ、そういったものと組み合わせてあげても面白いのかなっていう感じですね。はい。で一応今回使ったギアなんですけども、以前もレクトの時かな、もう使ったんですけども、凍結無効のこのラケットとか、あとは靴の方をスマ無効にしてるんですけども、こちらはまあ、お好みかな。一応そのソフィー対面だとスロットスキルが使えなくされちゃうので、まあギアでも対策してる感じになります。まあスマムコーとかつけとけば、クロカ対面とかもどうなんだろうな、良くなるのかな。ちょっと今後試してみようかなと思います。という感じで、この後しみようかなと思います。まあぜひともね、ルチアに対する感想とかいただけたらなと思います。ストラゴまで、ありがとうございました。お疲れ様です。